中から太陽が差してるその海の上を見ると、はい、本当にダイヤモンドより美しいんですよ。もう何とも言えないんですが、これは潜った人でないと見えない光だろうと思うんですけど、それはもう肉眼でね見ないとね、美しいかとか分かんないですよね、テレビで見ても。ちょっとそれをあのビール飲みながら演奏させていただきます。
緊張してたら自分の枠を出れないし、でもう本当に、いや僕は中村天平とかじゃないんだよ。いや僕はいや人間じゃないんだよ。ここで見ないんだよ。なんかもうどうにかして自分の意識をぶっ壊すわけですよ。それができないと言い訴しができなくて、だからなんか僕ものすごい体調悪くって、もう点滴打ってもらわないともうフラフラとか、そういう状況のコンサートとかの方が即興がされたりするんですよ。だから僕はね、今日本当に自分の意識をどっかに飛ばしたいなと思って。